はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレのチューニングしっかり合わせてますかというお話をさせていただきたいと思います。まあここにもついてるんですけど、チューナーですね。こういうヘッドのところにつけてチューニングをします。で弾き始める、まあ基本中の基本ですよね。ここをしっかりと押さえといてください。チューニングのずれたウクレレで弾いてると耳が悪くなるんですね。この耳が悪くなってから元に戻そうと思ったらこれ大変ですよ。はい、時々いらっしゃるんですけども、ウクレレチューニングがずれてるのに平気な顔してこう弾いてると。なんで平気な顔ができるかというと、もう耳が音痴になってるんですね。チューニングずれたウクレレをいつも弾いてるから、ずれて当たり前、もう慣れてるわけですよ。そういうウクレレの音を聞くといくら上手くても気持ち悪いんですね。いつもチューニング合ってるウクレレを弾いてる人からすると気持ち悪いです。はい、まさにジャイアンの、リサイタル状態ですね。本人は気持ちよく歌っててもウクレレ弾いててもものすごく気持ち悪い、ジャイアンのあの防衛というようなあのリサイタルですね。ああいうのを聞かされてる感じになります。本人だけが気持ちいい状態で、はい、それはちょっとこの動画を見た方はそういう状態にならないように避けていただきたいということなんですね。で、実際にいた話なんですけども、そのウクレレチューニングずれてますよって言うと、おかしいですね、昨日の夜合わせたんですけどっていう方がいらっしゃったんですけども、よくよく考えてみてください。昨日の夜家で合わせた、でウクレレ練習会に来る時にケースに入れて持っていくわけじゃないですか。ケースに入れるとここのペグの部分、糸巻きの部分ですね、動きますよね。ケースに当たって動く、多少でも動きます。チューニング変わりますよね。ですのでケースから出してまずチューニングを合わせて弾くということですね。この一手間を必ずやってください。で、実はですね、温度によってチューニングっていうのは変わってきます。この弦ですね、はい、温度が、高いところに行くと伸びる。伸びるということはこのペグを緩めた状態、チューニングが下がるんですね。で、寒いところに持っていくと今度はこの弦が縮みます。縮むということはこのペグを回してチューニングを上げた状態になるんです。はい、結構不安定に変わります。ウクレレだけじゃなくてギターもそうなんですけども、あれ鉄でできてる弦でもやっぱり気温によって、チューニングはずれるんです。はい、その鉄よりもウクレレのこの弦の素材の方が伸び縮みしやすいですから、温度変化によって伸び縮みしやすいですから、イコールチューニングが変わりやすいということですね。暑い夏の日、外から練習会場に入ってクーラーがガンガン効いてるところで、やると、でチューニング合わせて弾いてるうちにそのクーラーの、涼しさによって弦が縮んでチューニングが上がるということもありますから、時々チューニングするというのを必ず行ってください。で、必ずそれを行ってるとしばらく経ってくると耳が鋭くなってきます。はい、いつもチューニングのあったウクレレで弾いてると、ずれた時に気づく耳が育つんです。ここが肝心なんです。チューニングがずれた時にあれ、なんかいつもと違う、気持ち悪い、まあ、あの3弦が、4分の1回転下がってるとかそこまでわからなくてもいいんです。弾いた時になんか気持ち悪い、これだけでいいですから、なんか気持ち悪いを気づける耳を作って育てていただきたいというのが今回の動画のお話なんです。はい、チューニング適当にやっといたらいいっていうものではないんですね。しっかりとチューニングする。で、弾き始めた初心者の方は時々チューニングをチェックする、合ってるかなっていうのをチェックする癖をつけといて、まずは耳を鍛える。で、耳が鍛えられるとですね、自分でずれた時にあれ気持ち悪いって気づきますので、そんなしょっちゅうチューニングしなくても弾いてるうちにあれなんかおかしいなって気づ
づいて直すと、はい、気づいた時にチューナーなくてそのまま合わせる耳を育てる必要はないです。なんかおかしいなと思ったらチューナーで合わせて、チューニングをしていただければそれで十分ですからね。はい、そういう耳を育てるためにもチューニングはこまめにやりましょうというのが今回のお話です。はい、楽しみながらチューニングやってみてください。ということで BJ のウクレレ講座、今回の動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでウクレレ講座またお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも